掃除のやり方ってさ、人それぞれでさ、その次々に、いや俺行きたくなっちゃうよね。なんか軽く全部回していくみたいな感じで。でもさ、もう終わってないのになんでそこ動くのっていう人もやっぱいるみたいで。まあそりゃそうだね。なあ、言われたのかな。言われた。絶対に言われてる。言われたの。マルク入ってんだろうな、きっと。なんで、いや、一箇所ずっと言ったら飽きないって思うんだけどね。いや、まあでも、そうね、そもそも。まず一箇所終わらせたいの方が分かるけどな。ああ、そう。なんか適当にわーっやってさ、ちょっと綺麗になったら次行きたいって感じで。中途半端な状態で次行きたくないって気持ちはある。一部屋ずつやるけどな、俺だったら。あ、そうか。今日はこの部屋みたいな。あ、そうね。今日はここって絞ってやったり、まあ、そういうことの方が多いか。なんかとりあえず軽く綺麗にしたら最後追い込みでまた綺麗にするみたいな感じになっちゃうけどな、俺なんか。ガッチさんのはリアルだな。どういうこと？あ、言った話が。ガッチさんうすうす気づいてると思うんだけど。ああ、ウッシーとレッサーが掃除なんてするわけないからね。確かに。うすうす気づいてると思うけどって何？掃除はするよ。どういうするするする。とだけだから。いやいや、むしろこの二人だろ、掃除する。そうだよな。何を言ってんのお前。いやいやいや、俺はするとは言ってないし。近ってでしょ。丁寧な暮らししてる側でしょ。俺はするそうだよ。丁寧な暮らししてんな、俺とウッシー。丁寧な暮らししてるぜ。俺丁寧じゃないみたいな言い方しないのやめてくれる？ちゃんとしてる俺とウッシーと、バカ二人あるぜでしょ。そっちの。おバカ二人は言い過ぎだろ、お前。偏食税でしょ。本当だよ。野菜食べない税じゃん。野菜食べるよ、今は。まあ最近食べるね。最近はなんか熱くなってんな。トラップなのやめろ。お前が始めたんだ。お前が始めた物語なんだろ。まんまと乗せられてる。おやおやと。トラップカード。顔面真っ赤にさせられてる。悔しい。カード聞いてる聞いてる。聞いてる。断捨離は俺しんどい行為だな。そうなんだ。厳選する作業がもうめんどくさい。ああ、な物はあんま捨てないタイプか。頭使うじゃん。頭は使わないで捨てればいいじゃん。俺もバカだから何でも捨てちゃうわ。頭使わないで物捨てんの？ぽい。今まであったものを。ああ、いらんか。これいらん、これいらんって捨てちゃう。捨てちゃうけど。でもそうじゃないと断捨離進まないから、頭使わない方がいいの。そうね。いや、だから嫌いなんだよな。ラインを決めてくっていうもんね。考え始めたら終わりよ。捨てちゃいけないものまで捨ててよく買ってるもんな、俺。そんなにいたくないよ。そんなにいたくないの、だから。あれ捨てちゃったって。箱すぐ捨てる人。ああ、俺も捨てるね。秒捨て男。いや、絶対取ってても意味ないもんだって。いや、そうなんだよね。絶対意味ないんだよ。絶対意味ない。家電の箱とかってこと？そうそう。家電とか、そう、そうだね。まあ家電か。プレステとかスイッチとかゲームとかもさ。ダンボール系とかでしょ？届いたらアマゾンの箱とかすぐ捨てるけどさ。アマゾンとかのやつはもう秒捨てだけど。他のものダンボールが入ってたかももう秒捨てる。なんか箱自体がかっこよかったりする時あるじゃん。イライラもう本当じゃ、じゃあでも本当、ああ例えばプレステ5の箱とか捨てないでしょ。いや捨てる、いらんだろ。何に使うの？すげえ秒捨て男だ。何で使うのよ。俺ちょっとあれあったっけな、あった気がする。どっかに保証書とか入ってたりするから捨てれないけどな、そんなすぐには。いや、保証書いらんやろ、だって。いや、保証書いるだろ。いや、壊れたらどうせ、いや、買い替えればええやん。どうせ買い替えるだろ。修理だから出さないだろ、修理だから。出さない、絶対出さない。出すわけ。変わっちゃいましたね、いや、出さない、絶対出さない、お前。やだね。やだね。いい子振るな、そこで。絶対こいつら買い替えますよ。買い替えない、いや。いや、買い替えない。いい、送るよちゃんと。絶対送んない。絶対嘘だ。あ、終わっちゃった。嘘だ、絶対嘘だ。いや、送るよ普通に。そう、送ったんだもん。こいつマイクも同じやつ5本買ってるもんな。もう壊れたら捨てりゃいいやつって。すげえすげえ。いや、そういうことか。捨てるよ。いらんもん。俺らも捨てられちゃうんだ。あんなすぐ捨てるのに、なんかキーボードにさ、汚いビニール袋ついてるって意味わかんねえから。無人してんだよ。捨てるよ、それこそ。無人してるね。無人で捨てろよ、与沢。無人見つけたわ。おかしいだろ。捨てろ。黙るな。そうっすね。すごい。そうっすね。そうっすねじゃないのよ。そうっすね。なんでビニールついてんのあれ。汚いよ。汚しな話だよ。なんだろうね。
え、まだついてんのキーボード。冷めるな。なんか人のことに熱くなれんだけどさ、うん、自分のことに俺熱くなれないっていうか。あ、うん、クールなやつだぜ。あれか、少年誌の主人公みたいな感じ。クソウサ主人公みたいな。クソウサ主人公。俺のことはいいけどよ。仲間がいるよって。バカにしてる。バカにしてる。いや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 。名指し名指し。いやいや、名指しだよそれ。名指しじゃないよ。怒られますよ。何の話？じゃあガッチさんと、はい、俺にしよっかな。なるほど。ああ、興味いきますか。ちょっとバランスをよくね。あ、そうだ、サッカーできるね。あのコンビやばいね。で、CPU の強さが決めれるんで。レッサン、なんか言った？コンビやばい。なんか言った？コンビやばい。CPU のかこれ。何も言ってないですけど。じゃあやばいんだ。よくないコンビね。CPU の強さ、じゃあ俺らとても強いにします。とても強いです。何か言ったか。レッサンも強いって言ったか。レッサンたちはCPU の強さ普通です。俺なんか気になる、聞こえてるな。なんか聞こえてるな。明らかな不正を口にしている。不正してるね。まあでも結局なんか卒がない2人が出てる感じになっちゃったな。まあまあいつも通りだね、うん、いつも通りだね。なんかまあ新しい引っ張られてるね。いつももうなんか引きずりながら歩いてるもん俺、うん、今年もそうですか。重い重い、あいつら。やっと分かったわ。やっぱ嫌なこと言うのってそっちからだね。そうなんだね。先に仕掛けてくるのそっちだ、ね、俺のやつ何も言ってなかったもん。何も言ってなかった今。一切悪くない。それはお前らだって言われない、言われ俺ら何もしてないもんね。それは言われないよ。してないよ、うん。パス。俺らも言われるようなことしてないけど。いやいや、足引っ張ってる。してるよな。ひどい。あ、傷つけ。うわ。傷つけ。訴えろ、訴えろよ、訴えろよ。本当はそういうこと言いたくなるけど、まあまあプロなんで。おし。あ、言ってないけど。なるほど。俺も。いや、そこ動かす必要ある？だってゴールはもう確定じゃん。しばらく追っては来ないから。ないから。そうなのよね。出しといて後ろから押し倒した方がさ、いやいいと思う、場所的にはね。なんかうるさいよ、ガイア。なんかアドバイスしてる感じしてるけど、うし分かっとるっちゅうに。後ろ。これは素人は黙っとれっちゅう話や。本当に。なんかうるさかった。なんかうるさかったね、うし今。いや、今やちょっと同じ。ここ入れといてて分かっとるっちゅうに。気が散る。言ったやつと同じ行動とってこれあれか、指示中ってやつ。そうだね。ニコニコでもやってたんだろうな。そうね。これは進めた方がいいな。これがよく聞くやつね。指示中ってやつだ。いつも打ってたもん、今日の方がうまいって、どこでも。あいつ。そうね。打ってたから、あいつ、自分で。ニコニコの、レッドサンカーあれ打ってたろ俺じゃねえよ。お前が打ってたからよ。自演か。自演だよ。俺の方がうめえっちゅうのっつって打ってたんだよ、あいつ。